はい、中小企業の経営者の皆様方のお悩みとしましてね、よくお伺いするのが、社会保険料の負担が結構重いなとか、あるいはですね、社会保険料をたくさんずっと長い間ですね、かけてきたのに、老齢厚生年金を受け取る段になってみると、報酬が高いので年金が受け取れないと言われたと、そんなご不満をですね、お伺いすることがとても多いです。で、そういったことで私どもではですね、そういったお悩みを解決できます役員報酬最適化という情報をお伝えしております。これは役員さんの役員報酬年間総額は変えないで、支払い方だけを変えることによりまして、役員さんの分の社会保険料が毎年大幅に節減でき、また老齢厚生年金も支給停止にならずに受け取っていただけると、こういう方法なんですね。シニアの経営者の皆様方に大変喜んでいただいている情報でございます。ご関心ございましたらお問い合わせください。